どんな大会でしたか？トーナメントの決勝戦のレオナ・ペタス vs 朝日さひろたか。まあこう1回戦2回戦を見てると朝日さの勝ち方がまあもう本当にものすごい勝ち方してきたじゃないですか。しかもその前の、試合も1ラウンドで KO で勝ってきて、朝日さのパワーすごいな、このままいけるかっていうね、あの攻撃がレオナに通用するかなっていうふうに思っては見ていたんですけど、やっぱりレオナキャリアあるし、ね、今までこう今まで朝日さがやってきた相手とはちょっと一味違ったなっていう感じしましたね。思いっきり入っていって、まあ、今まで倒したのはあのハイキックからの左のストレートとかそういうパターンで倒してたんですけど、あのパターンをこうレオナが 1,2 ラウンドで完全に見切りましたよね。そうなっていくと、まあ、3ラウンド目こうレオナの小さいポンポンってこうワンツーとかそういうパンチが入っていって、まあなんかこう引き出しの差が勝敗を分けた決勝戦だったなっていう感じがしましたね、うん、でセコンドについてたのがね、あの僕のフィジカルのトレーナーの師匠の方がついてたわけですよ、新たにあれと思ってだ結構ね、レオナもタケルに負けてザマッチで負けて今回負けたら引退するかもしれないっていうようなことを言ってたんで、まあ、この一戦にかける思いがすごく強かったんじゃないですかね。きっとこう一からフィジカルを鍛え直してこの試合に臨んできたんだろうなっていうのが見えましたね。輪島強いね。ね。いや輪島がこのね、こう前評判では輪島と戦ったメディティス選手すごい強い選手だっていう、まあ、体見てもね頑丈そうな選手だなと思いましたけど、まあ、圧勝でしたもんね。だから本当にまあ輪島にはこうストロングスタイルで行ってもらって、どこまでこの外国人が強い階級で戦えるかっていうことを見たいですよね。まあ今日で言えば、まあ、やっぱ金子とか良かったんじゃないかなっていうね気がしましたけどね。まあ、まあなんかこうもうちょっと実際は長いラウンド見たかったんですよ。でこう金子の足りない部分っていうのもザマッチを見て僕は思ってるところがあったので、そこら辺をどういうふうに変えてきたかなっていうのを見たかったんですけど、まあ、そういうのを見る前に、まあ、あっという間に倒してしまったので、まあ、そこは見れなかったんですけど、まあ、やっぱでもあの一戦以降やっぱり金子も相当練習に打ち込んできたっていうことは聞いてたんで、どうなったかなっていうふうに思ってたんですけど、あとはねやっぱり久村正史入場のね雰囲気とかもまあすごい雰囲気あって、久村勝ったら K1 ネクストに上がるなっていうふうに思ってたんですけど、いや本当に良かったんです。スピードもあるし、あの蹴りもこうシャープなこう無駄のない蹴りを出してるし、すごいいいなと思って見てたんですけど、ただね相手が強かった。コンペット、このムエタイの選手、この選手ムエタイだけどパンチのムエタイでしたね。すごいワンツーが良くて、このジャブとかワンツー本当にボクサーのようなコンパクトな打ち方で、あこの選手は K1 に向いてるなと思って、まあ、当時僕が戦ってた例えるならブワッカオのようなね存在になることのできるタイ人ムエタイ選手かもしれないなっていうふうに思いましたね。12月3日に大阪大会が出ますけど、はい、こういう選手が見てもっとこんな風な大会期待したいとかっていうのはありますか？まあ、ね、今年最後のね K1 でね、やっぱりまだネクストっていうのがこの選手みたいな選手出てきてないんでね、この大阪大会では本当にネクストっていうのを見つけることができたらいいなっていうふうには思ってますけどね。そこから生まれてこないかなっていうね、そういう楽しみ、そういう期待を持って大阪大会を待ちたいなと思ってますね。まあ、誰にでもチャンスありますからね今。